会にお祈りしに行かなくっちゃ。サーヤおはよう。君は毎日教会に来て偉いね。神父様おはようございます。神様、今日も幸せに暮らせますようにお見守りください。そんなある日、サーヤ、明日はお祈りの会がいつもより早く始まるんだ。遅れないように来ておくれ。わかりました。その日の夜、明日のお祈り会はいつもより早いし、ちょっと早いけど寝た方がいいわね。数時間後、目が覚めちゃった。まだ暗いけど何時かしら。まあ時計が12時で止まってるわ。一体何時なのかしら。外を見たらわかるかしら。大変だわ、教会に明かりがついてる。もう朝のお祈りが始まってるんだわ。急いで行かないと。変ね、教会へ行く人が誰もいないわね。遅れてるからかしら。もうこんなにたくさんの人が来てる。まだお祈りも始まってないのに、誰もおしゃべりしてないわ。それになんだかみんなの様子が変ね。今日は知らない人が多いような気がするわ。どこかで見たことがある人もいるけど、思い出せないわね。あら、私の知ってる牧師さんじゃないわ。周りの雰囲気もいつもと違うし、どうなってるのかしら。さあ皆さん、今日も祈りましょう。どうしよう、お祈りが始まってしまった。式が終わらないうちに早くここを出るのよ。ぐずぐずしていたらあなたも連れて行かれるわ。これは死んだ人の集まりなのよ。え、あなたは同じ町内の、先月病気で亡くなった。そういえば見たことがある人は、みんな随分前にいなくなってしまった人たちだわ。さあ早く、マントを着ていくのを忘れないで。怖いわ、早く出ないと。の端っこじゃない。なんでこんなところに破れて落ちてるのかしら。この動画が面白いと思った人はグッと押してね。チャンネル登録お願いします。